皆さんこんにちは。今日紹介する本は NHK から国民を守る党党首の立花隆氏による、ぶっ壊す力、ぶっ壊す力です。この著者である立花隆氏は、NHK をぶっ壊すというフレーズで有名な方です。ご存知の方たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。この本は私が最近読んだ本の中で、一番読み応えのある本であります。この本の帯には、堀江門こと堀江貴文氏のメッセージもついています。立花さんは政治家というより天才ビジネスマン、この男が時代を変えるというメッセージも入っております。本当に読み応えのある本で、皆さんも手に取って読んでいただきたいんですが、時間がない方向けて、私がこの本を読んで特に印象に残ったフレーズを紹介したいと思います。まずこの表紙の裏にですね、ぶっ壊す力の源について書かれてます。本当のことを言う人間が評価される時代がやってきました。インターネットの普及により嫌われることを承知でやれる時代が到来したのです。着飾った本当の自分ではない自分を好きになってもらっても意味がないと思いませんか。人から嫌われてもいいから本当のことを言う、これがぶっ壊す力の源なのですと。人から嫌われてもいいから本当のことを言う、これが、ぶっ壊す 力の源だと書かれています。では、続けて、はじめにの部分をに進んでいきたいと思います。この動画はですね、おそらく約30分ぐらい長い動画になっていますので、私も休憩しながら進めていきます。皆さんもぜひ何かをしながら、耳だけは貸していただければなと思います。まずはじめにのところです。皆さん、喜んでください。インターネットの普及により嫌われることを承知でやれる時代がやってきました。昔は野球がしたければチームに参加して、嫌なことに我慢してチームに居場所を作るしかなかった。しかしインターネットを使えば自分の趣味と合う人を簡単に見つけることが、できる時代になりました。実は僕は政治の世界でこれと同じことをやろうとしています。人から嫌われてもいいから本当のことを言う、これこそがまさに革命です。次、皆さんも自然体の自分を好きだと言ってくれる人とだけ友達関係になればいいのです。次、成功を手に入れたければただがむしゃらに突き進むだけではダメです。成功するためには自分の長所と短所をしっかり理解した上で戦略を探ることが重要です。次、本書は魂を込めた渾身の一撃に仕上がっていると思います。これからお金を稼ぐことで成功者になりたい、家族や部下など多くの人を守りたい、学校や職場でリーダーになりたいといった人たちに最適な一冊です。人間立花隆の生き方のすべてがここに詰まっています。必ずや皆さんのお役に立てるものと信じています。この本ではですね、ぶっ壊す力について7章にまとめられています。先に7章を簡単に紹介しますと、第1章破壊力、第2章影響力、第3章説得力、第4章戦略力、第5章人心掌握力、第6章統率力、第7章革命力です。ではまず第1章破壊力から読み進めていきたいと思います。破壊力、2001年自由民主党総裁選挙での小泉純一郎氏による自民党をぶっ壊す。2011年大阪市長選での橋下徹氏による大阪市役所をぶっ壊す。その DNA は途絶えることなく僕の体の中にも確実に受け継がれているのです。ナンバーワン、インターネットでクリケットのチームも作れる時代。自分に正直に生きて嫌われるのなら仕方ないと割り切る。次、インターネットの出現によってついに正直に生きることができる時代がやってきました。正直に生きていると仲間の数はどんどん減っていく。その代わり
強い絆で結ばれた仲間は確実に増えていきます。次、友達は数ではなく質です。駆け引きのない嘘なしでの話し合える真の仲間を作ることの方がインターネットの時代では重要になります。次、要するにものすごく好きになってもらうということは相当数に嫌われるということとイコールなのです。多数の人に嫌われることを恐れて生きていくよりもごくごく少数の、賛同者と真の仲間になることの方がなる生き方の方がこれからの主流になると僕は信じています。ナンバー2、バカほど目先の結果にこだわる。不可能だと誰もが決めていることに挑戦するのはとても勇気がいります。目先の損得ではなく短期目標、中期目標、長期目標を設定し、ロングスパンで物事を考えることは非常に重要です。ここで注意したいことは、長期目標には期限を設けないことです。次、超一流の人たちは、結果が出ない時ほど努力せずに待つのです。ナンバー3、閉塞感を壊すのはスクラップ&スクラップ。次に何をするのか決まっていなくても、今あるものがおかしいんだったら潰してしまえばいい。次、僕は既得権益者が権力に長く居座り続けていると、国は衰退していくと思います。既得権益権というのは簡単に言うと、権力者にお願いしてお金や仕事を提供してもらい、代わりに権力者に組織票を与えることです。次、僕は何度でも言います。閉塞感をなくすにはスクラップ、そう、破壊するしかないのです。続いて第2章、影響力。2010年、戦国38による YouTube への尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件に強烈な衝撃を受けました。テレビ局の専売特許だった映像の配信がインターネットによって破壊された瞬間です。2012年、僕は YouTuber になる道を歩み始めました。ナンバー4、視聴率ではなく視聴質にこだわる。テレビのニュースで流れていた尖閣諸島での中国漁船衝突映像に YouTube よりというテロップが添えられており、テレビ以外から配信された映像がこんなにも話題になったと、なったことに衝撃を受けました。次、僕はお金儲けの道具として YouTube を使っているわけではなく、真実を広めるために使っています。好きなことだけを発信しています。次、映像というのは証拠能力が文字よりも格段に高いため、無意識に人間の脳裏に強く突き刺さります。僕がテレビ局を信用しないのは、事実はそっちのけで目先の数字にこだわっているからなのです。続いてナンバー5、大人になってもふざけ続けられるのは本当に優秀な人間だけ。多くの人は普通こそが正しいという考え方です。実はバカなふりをすると人は集まってきます。だからこそ大人になってもふざけ続けられるバカになれば人は話を聞いてくれるようになります。次、賛否両論あるであろう問題を提起することが炎上の最大のテクニックになります。ナンバー6、あ、失礼しました。ここで第3章、説得力。破天荒で馬鹿げた人間が目立ちたいだけで行動しても危険な、人だけで終わってしまいます。僕に説得力があるのは20年間 NHK で経理や会長秘書を担当していた背景と、内部告発後の社内いじめから統合失調症と躁うつ病になった経験があるからです。ナンバー6、大事なことは言行一致。多数派に人が集まるのは楽だからです。多数派というのは自分の意思のない人や計画を立てられない人の集まりなんです。人数が多いからといって
決してそれが正しいわけではない。多数派は一つの群れに過ぎないため、司令塔が変わると一気に考え方まで変わってしまいます。次、今はインターネットの時代、 YouTube で言いたいことを伝えられる。自分の意見を言って、言ったことを行動で示せばいい。次、僕がふざけているように見えるのは少数派を多数派に変える手段であり、今は自分が信じる正しいことを YouTube を武器に広めている段階なのです。ナンバー7、信頼さえあれば優秀な人材やお金が集まる。お金では信頼は買えないが、信頼でお金は集まります。信用が過去への実績や成果に対する評価なら、信頼とは今後の成長まで含めた期待値を込めた人と人とのつながりだと僕は思っています。信頼を得るには決して嘘をつかないなど誠実さが必要です。そのために私利私欲を捨てないとダメです。過去の自分の行動が歴史となり、実績や成果が信用となり、未来に対する信頼へと続くのです。だからこそ人は信頼されると人を集めることができるわけです。ナンバー8、ギャップこそが人を引きつける最大の武器。ギャップは最高の恋愛テクニックの一つで、ギャップが好感度を上げる。ギャップは人を引きつける最大の武器ですが、効果が現れるまでに時間がかかるという欠点があります。次、今自分の置かれている地位が自分のポテンシャルよりも低かったら、どんどんギャップを出していきましょう。続いて第4章、戦略力。船橋市議会議員を辞めて東京都知事選に出馬した時は、周囲の誰もが僕のことをアホだと思っていました。しかし3年後の参院選で当選したら、やっと僕の戦略が理解してもらえたのです。東京都知事選の出馬は3年後の布石だったのです。ナンバー9、悪名は無名に勝る。とにかく選挙ではどんなに嫌われようとも、無名よりは知られている方が圧倒的に有利です。確実に言えることは、最初はとにかく目立つことだけを考えなさい。誰も最初からその人の中身までは見てくれないのですから。次、店のドアを開けて中に入ってもらうには、外観や看板が重要なポイントです。とにかく目立って、注目されることが必要です。次、世の中にチャンスは平等に転がっています。それをつかむのか見過ごすのか、その違いだけです。ナンバー10、お金は使えば使うほど減る。知恵は使えば使うほど増える。お金を使うときは同時に知恵も使わなければダメです。知恵の使い方はトライ&エラーです。どんどん挑戦して、どんどん失敗すること、最悪のパターンまで考え抜いてから実践することです。ナンバー11、人は自分の知らないことに不安を感じる。初対面の人とスムーズに話せるようになる秘訣は、笑顔を忘れないことです。次は相手のことを注意深く観察すること。自分から話しかけるということは、知らない人と仲良くするチャンスが生まれるだけでなく、相手の負担を減らすことにもつながります。相手を観察し、疑問を質問に変えていけば、それが自然と話題になっていきます。ナンバー12、政治の世界では敬愛できる敵を作ることが第一歩です。時代が混沌としてくるほど、カリスマという独裁者を求める傾向があります。ナンバー13、ネット社会の今は平均的な人間よりオタクが求められる。これからは一つのことに集中し、より専門性を高めることに特化した人間しか生き残れないはずです。平均的な人間が求められる仕事は間違いなく減っていくと思います。次、ネット社会の今、過去の物差しだけで物事を判断し、子供にアドバイスすること自体がナンセンスだということを大人たちは
早く気づいてください。 No.14 話を聞いてもらうにはバカになれ。バカなふりをする人とバカなふりをすると人が集まり話を聞いてもらえるようになります。バカな友達の方が話を否定されたり説教されたりしなくて済むから安心して愚痴が言えます。次、これからの世の中、お金をたくさん稼ぐよりも承認欲求が満たされる方が重要になってきています。特に今の若者は物欲よりも社会から認められたいという承認欲求を求めている傾向が強い。次、大人の言うことを聞けば聞くほど子供たちは間違った方向に進んでいくことでしょう。次、お金は自分の望みを叶えるために必要な分だけ稼げばいい。それ以上は稼ぐ必要はないというのが僕の考えです。働きたくないのであれば働かなくてもいいと思います。No.15 自分の欲に突き当たるまでなぜを繰り返す。なぜがなくなるまで論理的に考え続けると最後は自分の欲に突き当たり論理的な回答ができなくなります。次、何かをしたいと思ったら自分の欲望に突き当たるまで自問自答を繰り返すことが最も重要です。そしてその答えが誰かを喜ばせたいという自分以外にたどり着いた時にはその答えや目的が間違っていることに気づいてほしい。最後の目的が自分の欲を満たしていないと永続的な力にならないのです。大切なのは自分の脳が喜ぶということです。 No.16 お金をかけないで強くなる方法を死ぬ気で考える。使う金額をゼロにする方法を考えるのではなく、今使えるお金を最大限に発揮する方法を死ぬ気で考えるのです。お金があると人間は知恵を使わなくなります。次、これからは選挙にお金をかけない政党が強くなる時代が確実にやってきます。なぜなら選挙にお金をかけなければ忖度をしない政治ができるからです。 No.17草野球にも監督と選手は別々が常識。僕は能力のある人を政治家としてスカウトしたいのです。それぞれの分野に一流選手が集まっている組織の方が絶対に強い。平均的な人材を求める時代ではありません。僕は法律を作る専門の人、お金を稼げる人、票を取れる人を連れてきて専門性の高い最強のワンチームを作りたいと思っています。これはインターネットの普及によって超一流を見つけることができます。次、第5章、人心掌握力。成功している人とたくさん会ってコミュニケーションを増やす。一番付き合ってはダメな人は愚痴を言う人たちです。マイナス的なことを言う人とは付き合わないことが重要です。大切なのは数より質です。No.18 相手の未来だけでなく過去もすべて肯定しろ。一緒に仕事をしたい相手がいてその人を口説きたいのならこの人に好かれたいという発想を持った時点で相手の過去も含めて好きになることが重要です。付き合いたい、一緒に仕事をしたいと思っている人の過去の失敗までも全て肯定し共感してくださいということです。つまり過去の失敗を知り肯定することは未来の提案ができることにつながるからです。この未来の提案につなげることが重要なのです。失敗する人の多くは相手の前向きな反応に対してここぞとばかりに猛アプローチをしてしまう人です。そうすると警戒心が働き断られます。要は相手と自分との熱量を客観的に見るというのが原則です。 No.19 成功する人はトライ&エラーを恐れない。この国で生活している以上立ち直れないほどエラーをしたとしても最後は生活保護が救ってくれます。失敗しても大丈夫なトライはしっかりとエラーを想定してから挑戦する。
トライ&エラーを恐れない。ナンバー20、愚痴を言う人とは付き合うな。付き合う人は数よりも質なんです。たくさんの人と仲間になろうという考え方は捨てた方がいい。特に相手に対してはダメな人間は愚痴を言う人です。愚痴には愚痴が集まり、マイナス面しか生まれません。成功したいのなら愚痴を言う人とは絶対付き合わないこと。大切なのは周りに愚痴を言う人がいたら、その組織やグループに入らないように普段から意識づけしておくことです。続いて第6章、統率力。これからの時代、統率力で必要となるのが面白ければいいじゃんという考え方。もちろん他人に迷惑をかけないことが大前提で、かつ世の中の役に立つ内容なら最高なわけです。これが多様性を認めた生き方なのです。ナンバー21、面白ければいいじゃんという考え方。楽しく生きることを国民に見せることも政治家の役割なのではないでしょうか。そして政治に興味がない若者たちに少しでも政治に目を向けてもらえる一助になっていると私は自負しています。次、僕のことが気に入らないのならば僕に関わらないでほしい。次、誰にも迷惑をかけていないのなら相手を認めてあげましょう。次、多様性とは多数派や少数派という枠から飛び出し、おのおのの面白いと思うことや考えを受け入れて、否定しないことです。ナンバー22、人間関係の問題を解決しようとするな。人間関係の問題ならば我慢しないでそこから逃げてもいい時代です。たとえ自分が気に入らなくても、自分が理解できなかったとしても、他人に迷惑をかけていなければよい。自由にやらせておけばいい。人間関係を解決する必要性があるかどうかを見極めることが大切です。無理に人間関係を解決しようとしなければ新しいステージに行けるはずです。ナンバー23、リーダーは暇であることができる人間の時間術。最良の判断をするには睡眠は絶対に欠かせません。一流の人間は睡眠を大切にし、時間に余裕を持ち、長期的視野で行動することができる人です。仕事ができない人ほど時間がないとよく言っていますが、暇な時間を作ればいい。最後に何かあったらリーダーが責任を取ることが大切です。第7章、革命力。今投票箱に入っている半数以上が高齢者からの票です。この票を取りに行くことは即効性はありますが、槍で戦場に向かうのと同じで勝ち目はありません。僕たちが狙うのは今小中学生の若い世代。インターネットは鉄砲であり、そのうち時代が N 国党に追いつくはずです。ナンバー24、成功とは点ではなく線。目標に向かって行動を起こしたその時からすでに成功は始まっています。失敗も含めて成功です。つまり成功とは点ではなく全てを含めた線なのです。成功を点と考えている人に成功はありません。次、成長を目指す人間は達成するたびに次から次へと新しい目標に向かって進んでいきます。失敗の数が多ければ多いほど、より先の成功を得られることを知っています。ナンバー25、他人の迷惑にならないのならやりたいことをやればいい。まずはやりたいことが社会の役に立っているかどうかなんてことは考える必要はありません。もし本当にやりたいことが見つからないなら、嫌ではないことから始めてみるのが良いと思います。立ち止まっていないで動き出すことが重要です。そうやって少しずつ嫌ではないことからやりたいことを見つけていく。好きなことをしているときは眠くなりません。要は他人に迷惑をかけていないのならやりたいことだけをやればいいのです。ナンバー26、選挙にお金をかけない。
選挙に、お金をかけないということは、忖度のない政治ができるということ、結果的に国民のための政治ができるということです。ナンバー27、選挙に行かない人が半分もいることを今の政治家は恐れるべき。若い人たちが選挙に行かない理由として、今の政党が若い人たちから評価されていないという背景があります。最後に後書きです。嫌われることを恐れず、ぶっ壊す力を発揮しよう。今は徳川家康の気分で心穏やかに待つ時だと思っています。時期が来れば世論が勝手についてくると信じています。人間は無限の可能性を秘めています。嫌われても生きていける時代がインターネットの普及によって到来したように、今後もますます時代は変わっていきます。そして変化の過程には必ずぶっ壊す力が存在するのです。たとえ少数派でも自分が正しいと信じられるのであれば、嫌われることを恐れず既存の考えをぶっ壊すつもりで戦ってください。きっと素晴らしい未来が開けるはずです。開かれるはずです。以上です。非常に読み応えのある本っていうのをお分かりいただけましたでしょうか。ぜひ手に取って読んでいただきたいと思います。なるべくですね、この本の言葉をそのまま引用しました。この動画をですね、繰り返し繰り返し聞いていただくことをお勧めします。そうすることで、脳に焼き付き、脳に焼き付けば意識が変わります。意識が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人生が変わると私は確信しています。この動画では、皆さんの生活に役立つ情報を毎日配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。またツイッターもやってます。フォローをお願いします。では本日は以上になります。ありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。